えー、清水博の屋根裏のオレンジ、えー、本当のガチな屋根裏から配信しています。下は私の住居、家族も住んでいます。ね、もう本当に、えー、こうやって防音材をこうちょっと張ってるわけなんですけど、これね、えー、それでも声がね漏れるといけないんで、もう一生懸命、ギリギリのこう自分で自分の声に蓋をするって状態でやらせてもらってます。さあ屋根裏ニュース、うん 今回のテーマでございます今回のテーマは「イージス・アショア」。一応聞いたことあるね。主に北朝鮮に限定してね。えー、要するに向こうからミサイル撃って時にどう迎撃どうミサイル撃ち落とすかってシステムでこれね「イージス・アショア」っていう、ね、のイージス艦から本当は撃っているもの、ね、途中の軌道で朝鮮半島からこう来ますよね。 来るのを下から撃つとかあるんですけどこれがね足りないんじゃねえかってことで、えー、もういろんなところで補足のシステム作ってるんですけど何せ金がかかる金がかかるんで、えー、やっぱこれアメリカから買ってんですよこれもね後でちょっと話しますけど結構な金がかかって本当は3つ揃えたかったんですけどお金が足りないと日本の防衛省もだから2つ買ったんですよねでそのシステムなんですでこれがね僕いつも思うんですけど そのミサイル防衛って何なのかっていうことなんです、僕何りに考えましたけど、どんどん北朝鮮の方も新しいシステムを作るじゃないですか、イージス艦からの迎撃システムやったら、こんなの無スダンって言って、一回大気圏出て、ね、落下してくるバナナシュートみたいなやつですよ、なんかね、上に行ってるし、落ちてくるとき速いから、落下速度が。 だから当たんねえだろみたいな。いろいろ考えてくるわけよ、北朝鮮も。そしたらまたイージーアい実話を考えるでしょ。そしたらまた新しいシステムっていう、そういうね、いたちごっこなんです基本的に。で、これ見ててね、僕思い出したのはね、初めの一歩の、なんですね。デンプシーロールっていうのをね、一歩が、主人公の一歩をボクサーとして考え出して、もう高速でバンバン打つんですけど、そしたら相手も研究してきてね、デンプシーロール返しっていうのをやってくるんですよ。当然ですよね。 戦ってる相手は研究します。そうするとね、一歩も悩んで、ンプシロール返し、返しってなるんですよ。そうするとね、相手もンプシロール返し、返し、返し。よーし、じゃあ今度はこの返し、返し、返し、返しだ。いや、その返し、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 返しだ。キリがない。この、ずっと、あの、ドラゴンボールもそうだった。もっと言うと、リングにかけろという漫画です。 1>, 1試合するのに何年かかってんだよみたいな漫画があったんですけどその頃から我々はこのですねデンプシロール外資問題をずっと見てきて僕の結論は「キリがないからちょっと別の方法を考えた方がいいんじゃない?」っていう、えー、結局これ誰得するのかなって兵器作ってる人ですよお互いの、えーまあ、バンバン売れがいいんですからこうお互いにねこれマジで何やってんだっていうのはありますけ本当にちょっと考えた方がいいかなってお金すごいかかるんですよで守らなきゃいけないわかんないけどお金やり方ないかなってちょっとやっぱり思いますね 素人ですけど。でもっと言うと結局ミサイルって撃っってて。きたもんが有利なんですって守りってほんと難しくてあのちょっと熱いんで汗ふかしてくださいこれも守りですからね守りなんですよええ守りちゃんとしないと負けるんですよね厚さにね厚さというミサイルにあのどういうことかっていうと結局どこ攻撃するかって 相手の穴を探して穴,を穴と穴を探してそこに攻撃しかけるはう得なんですよ全部守るのって本当に死ぬほどね10倍ぐらい金もかかるし後手後手なんですよねこれはね何かっていうとですねドラゴンクエストだと思い出してくださいラスボスあたりになるとめちゃめちゃ強いじゃないですかラスボスの一歩手前のボスとか結局すげえ2回攻撃しちたりするんですねその時にですよ一生懸命直す魔法防御魔法ねベホマとかねベホマズンっていう 一瞬で習う、治るやつやったとしてもですよ、あと世界中の歯とか、結局攻撃してくる方が有利で、直してて一回も攻撃できないっていうね、攻撃のターンがあって、これ分かんない人すいません、攻撃のターンで、ね、やっぱ相手に武器で持って、ね、殴ったり、切ったり、あるいは魔法で相手の、ね、体力を減らしていかなきゃ勝てないんですよ、ゼロにしなきゃ。なのに、自分の攻撃されたことをですね、いつもを直し魔法で直してるってことで終わってるうちはですね、勝てない。だから、ベホマとか、 直す魔法だけじゃ勝てないよっていうこともね勉強になります、えー。そういうことでね、えー、イーズ・ショアに思う、このイーズ・ショアみたいなことの繰り返しに未来はあるのかというお話でございました。また、ちょっと北朝鮮のこととか、またスタンドアップコミュニティで取り上げたいと思っています。 えー、よかったらチャンネル登録よろしく暑いですもうすぐに外の風を浴びますこっそり大声出さずに、えー、応援してくれてありがとうございます、えー、清水宏の屋根裏のオレンジですこっそりと締めます